友人の話。家族で、近場の山に、ハイキングに出かけた。昼時に弁当を広げていると、子供が手にしたりんごを取り落とした。コロコロと、下草の間に転がっていく果実を、子供は、慌てて追いかけていった。笑いながらそれを見ていると、耳元で声がした。それも遅れ。ぎょっとして振り向いたが、誰もいない。あれ、という妻の声に目を戻すと、 もう一つあったはずのリンゴがなくなっていた。やがて、子供が、しょんぼりとした様子で帰ってくる。リンゴ、なくしちゃったと、情けなさそうに言う我が子に。いいから、いいからと、取りなして座らせ、弁当の残りを平らげさせた。声が聞こえたのは彼だけだったようで、家族には、黙っておくことにした。今でも、時々、そこに遊びに行っているらしいが、あれ以来声は聞いていないそうだ。